はい、どうぞ。お口開けてください。口元美容かおりです。お誕生日って特別な日やと思えへん？私たち大人やったらみんなとご飯食べに行きたいとか、彼氏とデートしたいとか我が子は思ったりするわけやんか。お誕生日をどんな風に過ごすかって大事やったりするやん。なのになのになのに、お誕生日やというのに歯医者さんに来てくれました。今日矯正の器具をつけたりしたから、ちょっとテンション下がっちゃったんやけど、カードをプレゼントしてメダルをかけてあげます。これが私ら流のお誕生日のお祝いです。はい、お誕生日おめでとう。はい、どうぞ。おめでとう。メイズ、お目目開けてください。何歳になりましたか？8歳。うん、今日ケーキ食べんの？へえ、何ケーキ好きなの？あ、そうなの？美味しいよな。楽しみ、イエーイ。あれ？頑張ろうな。な、歯綺麗しような。今からも。矯正の前の矯正の味じゃ苦い。ああ、矯正のセメントの味苦いねんな。うん、ご飯食べたらな、治るわ。いけるやろ、今日ご飯食べれそう。じゃあ大丈夫。いいお誕生日やな。でも今日の矯正、おばあちゃんちだからめっちゃいい。おばあちゃんち？なんかおばあちゃんに。うん、ちょっと多くないですか？一緒に使ったろ。いつも元気元気って走り回ってるんやけど、今日は矯正の装置入れて嫌やったみたいで、お母さんに甘えて甘えて甘えてってなっちゃってましたが、メダルは喜んでくれたかもしれへんなと思います。やっぱり何気ないそういうことって思い出になってくれて、だって歯医者さん来よって思ってもらったらめっちゃ嬉しいなと思うんですよ。だってね、歯医者さんって歯治療するかもしれへんけど、歯を守るとこやからね。何もない、健康をずっと保ててよかったねって喜び合える場所やと私は思ってるんで、歯を守るために、自分の綺麗な歯で一生過ごすために、歯医者さん大好きな子供たちをいっぱい作ります。この番組を見てくれてる皆さんも、歯医者さんはいいところってインプットしてくださいね。奇跡の味方だにょん。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。